前回お話ししました国鉄の新幹線試験車たち、もちろん、どの車両も当時としては先進的なものばかりでしたが、基本的にはゼロ系技術の延長線にある車両たちでした。しかし、1987年の国鉄解体、JR 化をもって新幹線は加速度的な進化を遂げることになります。ゼロ系の団子花の呪縛から逃れ、いかに速く、静かに、快適に走るか、21世紀にふさわしい新幹線を開発するため、新生 JR の冒険が始まったのです。国鉄編の最後でお話しした通り、民営化によって新幹線は東京駅を境に技術的、経営的に完全に分離することになります。2020年現在、東京より西の新幹線路線を持つのは東海、西日本、九州の3社ですが、この中で新幹線開発の主役となるのは JR 東海です。もちろん、財政力の話もありますが、東海道は既存顧客、山陽と九州は航空機からの新規顧客と、若干取り込む顧客対象は異なるものの、おおよそ通勤特急の性格をした車両が必要であり、求められるのは安定性と効率性です。1990年代初頭こそ高速化を目指しますが、東日本よりも緩い気候条件の下では、一番線路条件が厳しい東海道新幹線に合わせて車両を作ってしまえば、あとは山陽、九州にマッチするよう設計変更をすればいい、ということになります。また東日本と異なり、東京から鹿児島まで線路が一直線に結ばれているため、共通化した方が効率の良い開発ができます。よって、東京以西の新幹線の開発は JR 東海がメイン。一例を除き試験車も JR 東海が持つことになります。時は1998年1月、国鉄民営化直後の JR 東海ではあるプロジェクトが立ち上がります。それは、東海道新幹線速度向上プロジェクト、厳しい航空機との競争に勝つために東京、大阪間を2時間半で結ぶスーパーひかり、とその運行にあたる次世代新幹線の開発に向けたプロジェクトです。また世界各国ではすでに300キロ運転は当たり前になりつつあり、それに追いつかなければいけない危機感もありました。そうして、当時の新生 JR の技術の粋を集めて生まれたのが、スーパーひかり、こと 300KJ0 編成です。いきなり、300K? 普通の旅客車じゃん?と思うかもしれませんが、この J0 編成は JR 東海の新幹線開発の特徴を決定づけた車両となります。J0 編成は1990年、100K がまだ製造されている中東海道新幹線に投入されました。J0 編成の役割は、東海道、山陽新幹線で時速 270km での営業走行を実現させること。実際に J0 編成は時速 270km での安定した走行を実現し、1992年の 300K のぞみ、営業開始とともに量産化、300K の一員としてお客さんを運びました。なお、量産化にあたって J1 という編成名に変更されています。顔付きや運転窓の形状が通常の 300K と異なるなど、量産先行車らしい特徴はたくさんありますが、格別試験車らしい特徴もありません。しかし、300KJH 編成は後々 JR 東海の新幹線開発史において非常に重要な役割を果たすことになります。さて、この 300K は JR 東海の独自開発でしたが、それに触発された JR 西日本も自分たちで新幹線を開発したいという話になりました。目標は時速 350km での営業運転をすること、それを使命に生まれたのが、500K900番台、通称 WIN350 です。WIN350 は、ウエストジャパンレールウェイズイノベーション。フォアザオペレーション、アット 350km/h の訳、日本語に直すと、時速 350km 運転のための JR 西日本の革新的な技術開発、となります。この WIN350、試験車としての立ち位置は少し特殊で、500K900番台の形式名が示す通り 500K の一員として生まれた車両でした。しかし、その役目は山陽新幹線高速化の実験を行うこと。営業運転に供することは一切考えられていません。なぜ、普
通の形式名が与えられたのか、これは JR 西日本が500系を誕生させることを前提にWIN350を登場させたからです。何が何でも早い新幹線を作り出す。500系900番台の名はその強い熱意の表れであると言えます。その熱意の塊たるWIN350は1992年6月に登場。驚くことに JR 東海の大井車両基地で報道公開がなされており、それほど期待度の高い試験車両だったのです。そのWIN350は6両で落成されました。これは速さとともに環境配慮への両立を目指し、そのための実験に必要だとされた両数です。車両先端部の形状は雰囲気は似ているものの両端で違う形状のものを採用。博多型1号車は極力表面を平滑化、一方の新大阪型6号車は運転台部分をキャノピー状に張り出させています。パッと見先頭車のノーズにばかり目が行きますが、それ以上にWIN350を特徴づけているのが車体構造。車体はアルミニウム合金によるアルミハニカム構造で軽量化。窓による騒音への影響を調査するため窓の全くない車両まで用意するという徹底ぶり。極めつきはその車体高で、その高さは 3.3 メートルですが、これはWIN350の横幅よりも低い数字です。そのため、見た目としてとても平たい車両でした。車高が低くなりすぎた結果、パンタグラフの位置がかさ上げされパンタカバーがかなりとんでもないことになりました。パンタグラフとそのカバーも数多くの試作品が試され最終的にフクロウの翼型のパンタグラフが製作されました。それだけでなくシングルアームパンタの試験も行っています。これは後の700系で初採用となりました。このように、JR 西日本の持てる力をすべて注いだWIN350。1992年の登場年の8月に大折、新下関間で時速 350.4km をあっさりと達成。時速 300km 走行が実現可能であることを実証しました。スピードレコード樹立後は 300km 運転下での環境問題の洗い出しに入りました。騒音や振動の少ない状態での 350km 走行を目指すため前述のパンタグラフのほか、全周ホロや振動抑制技術の試験を行いました。結果、500系量産車の最高速度は 320km に抑えられ、阪神淡路大震災によるブレーキ時の制動距離の見直しで、最終的に 300km にまで抑えられてしまいましたが、山陽新幹線の営業速度は既存の 270km から 30km 増の大幅な向上を達成しました。そのWIN350の成果は500系として形になりました。1996年1月、500系の量産第一編成が登場。WIN350は与えられた役目を果たし優待。同年5月に廃車となりました。現在は博多型1号車が米原の鉄道総合技術研究所の風道技術センターに、新大阪型の6号車が博多総合車両所に保存されています。それぞれイベント時などに目にする機会があるでしょう。山陽新幹線において華々しい成果を残したWIN350。この結果に当然 JR 東海も黙っていられません。1995年、JR 東海は新たなる試験車を投入します。それが955型、通称 300X です。300X は WIN350 とは開発目標が少し異なる車両で、建設時期が古く、新幹線の中でも特に制約の多い東海道新幹線の中をいかに速く走らせるかに重点を置いています。そのため、抜本的な高速化には重点が置かれていません。代わりに加速力を重視し、時速 270km 制限下でいかに効率よく走るかに重点が置かれています。そんな 300X は6両編成で落成。車高は 3.3 メートルと低く、全車電動車などWIN350との共通点も多くあります。しかし、両先端部での形状が大きく異なり、博多型はカスプ型、東京型はラウンドエッジ型と呼ばれる形状で比較検証ができるようになっていました。また車体は全てアルミ製ですが、各号車ごとに異なる製造方式が採用されました。珍しいところでは三菱の航空部門が車体を製造しています。そして車高の低さからやはりパンタグラフカバーは巨大化。そのワイングラス型のカバーは小ぶりな車両において特に存在感を発揮していました。
そんな最新技術の塊 300X は1996年に米原京都間で最高速度 443.0km を樹立。当時の鉄輪式鉄道の日本国内最高速度であり未だに破られていません。300X はその後も環境性能やデジタル ATC700K、M700K 関連の試験に臨みました。試験の過程では分岐器の通過試験のために東京と新横浜を何往復もするという変わり種運用もあったそうです。そうして多くの実験を積んできた 300X。その成果は1997年の 700K 量産先行車の落成をもって形になりました。1999年に 700K が営業運転開始。引き続き 300X は次世代車両の開発に関わり続けました。そんな 300X も2002年に優待。現在は博多型のカスプ型1号車が米原の鉄道総合技術研究所の風道技術センターに、東京型のラウンドエッジ型6号車が浜松工場にしばらく据え置かれた後2011年にリニア、鉄道館に移送。スピードレコードを伝える駅証人として C62 蒸気機関車やリニアの MLX1 と共に展示が続けられています。300X が引退し、700K が順調に増備されつつあった2001年、JR 東海は新たなる試験専用車両を東海道新幹線に導入します。それが 300KJH 編成です。あれ、JH 編成って量産車になったんじゃないの？と思われる方もいるかもしれません。というか、それが普通です。それもそのはず。この 300K、2000年まで普通にお客さんを乗せて走っていました。ですが、300X の引退と 700K の次の世代の車両の開発に伴い JH 編成は試験車の役目に再びつくことになったのです。それにしてもなぜ 300K の中でも一番年上の JH 編成なのか、その決定打となったのが信号装置。なんとこの JH 編成、信号の機器構成の関係で望み運用で山陽新幹線に入れないというとんでも仕様。絶妙に使いづらかったので東海限定の試験車にしちゃえ、ということなのでしょう。そうして JH 編成はその車体に新型パンタグラフや全周ホロ、車体傾斜装置、デジタル ATC などをガンガンに取り付け試験走行を開始。これらはすべて M700K のための技術。つまりどういうことかというと JH 編成は 300K の顔をした M700K に変貌した、ということです。結局 JH 編成は再び営業運転に戻らないまま2007年7月に引退。JH 編成の努力の結晶である M700K がちょうど営業運転に着いたばかりの時のことでした。歴代新幹線でも類を見ないほど数奇な人生を歩んでいった 300KJH 編成。引退後は浜松工場にて先頭の16号車が保管されていましたが2011年のリニア、鉄道館への移設が決定。現在では 300K 最後の現存車両としてその車内にお客さんを再び迎え入れています。この JH 編成による試験車両の投入の成功は JR 東海に大きな自信を与えました。特に 300KJH 編成のように実際に営業運転する仕様に限りなく近い試験車は、高速化が頭打ちになった東海道新幹線の試験車両としてうってつけの存在。そういうことで次の形式の量産先行車を試験車両にしよう。ということになりました。こうして JH 編成の試験結果をフィードバックして生まれた試験車両が M700K9000 番台 Z0 編成です。Z0 編成は2005年の3月に登場。喫煙ルームがなく、その代わりに自販機があるなど量産車とそれなりの差異はあれど、基本的には M700K の量産先行車の位置づけです。しかし、登場以降 Z0 編成は極めて得意な車両としての人生を歩むことになります。まず2005年8月、16号車のミニヘッドライトが車体下側に増設。両端で異なる雰囲気の先頭形状を持つ車両になりました。かと思えば2006年までに車体下部のライトは埋められノーマルな N700K 顔に戻りました。この間に時速 320km での高速走行試験も実施。このように少しずつ機器類の変更を行いながら N700K の完成へと向け着々と試験を続けてきました。そして2006年12月 N700K 量産車が誕生。その量産第一編成の名前は鉄道メディアや鉄オタの度肝を抜くことになります。
その名前は Z1 編成。これまでの新幹線車両の歴史からしてみればありえない命名でした。より詳しく説明すると、東海道、山陽新幹線において新形式の営業車が路線に投入されると、第一編成は営業走行のための確認試験に用いられ、南嶺編成の名前が付けられることが慣例です。そして営業運転を開始する直前に南一編成としてトップナンバーの編成名を与えられ量産車と同等の設備を持つように改造されます。しかし、N700系は違いました。N700系は量産先行車たる Z0 編成が存在する状態で量産車が Z1 編成として落成。これはつまり、Z0 編成が営業運転に投入されないことを意味します。もっとも、改造にかかる手間があったというのが一番の理由ですが、300系JH 編成の引退も迫っており、JR 東海は引き続き試験車両を保有しておきたいという思惑がありました。そこで白羽の矢が立ったのが Z0 編成だったわけです。事実、Z0 編成は2007年の N700系投入後も純然たる試験車両として東海道、山陽新幹線を走行、次々と増えていく仲間たちを見据えながら N700系はさらに試験結果を積み上げていきました。2009年にはより速い時速 332km の速度記録を樹立。その成果もあって2013年、マイナーチェンジ版の N700A が登場。同時に Z0 編成も X0 編成と名を変え N700K スモール A の一員となりました。もちろん N700A 登場後も試験を継続。次世代車両の開発に向けた走り込みを続けました。2018年に N700S の確認試験車が登場。役目を終えた X0 編成は引退。翌年2019年に N700K 初の廃車となりました。廃車になるまで営業車両としてお客さんを乗せて走ることはついぞありませんでした。しかし、N700K という傑作を生み出した功績は高く評価され引退と同時にリニア、鉄道間での展示が決定。現在は X0 編成のうち、1号車、8号車、14号車の3両がリニア、鉄道間に移送され、屋外展示されています。X0 編成は食事もできる休憩スペースとして開放されており、現役時代に経験できなかったお客さんを乗せる、という夢をひそやかながら叶えています。さて JR 西日本は試験車を持たないながらも、700系や N700系の開発に参加してきました。しかし、N700系の登場をもって JR 西日本は新幹線開発に対して消極的になってしまいます。山陽での高速化が時速 300km で現状は十分であること、東京大阪リニア開業後に棚ぼた的な収益の増加が見込まれる、ということもあるのですが、直接的には福知山線脱線事故以降安全対策の強化に予算が重点的に組まれるようになったためです。もちろん九州直通用の N700系や E7、W7系の開発はしていますが、N700系の正統進化系である N700A や N700S の開発には参加していません。両形式とも JR 東海一社での開発です。N700A より先の新幹線については基本的には JR 東海及び JR 東日本の技術を導入するという形になっています。かつて夢見た時速 350km、その結末は無理な高速化より安全性という極めて当たり前で一番大切なところに帰結したのでした。N700系の登場後、さらなる開発を任された JR 東海、N700A の増備や N700系無印の A 化を進める中次のステップに進むことになります。そして生まれたのが N700S9000 番台。J0 編成です。N700系を作り上げた 300系J0 編成の名を継ぎしこの車両は2018年3月に登場。N700系の面影を感じさせながらも、エッジの効いた新しい顔つきの車両は新時代を感じさせました。そんな J0 編成は外観などは量産車とほとんど変わりませんが、静電アンテナの形状や運転窓上のフック、非常用バッテリーの数など、きちんと試験用の車両らしい要素も備えています。その後量産車登場まで 33.4 万キロにも及ぶ走行試験を実施。
その間に時速 360km の高速化試験やバッテリーによる自走試験、16両から8両に短縮した状態での工場内走行試験など、先代の X-ray 編成よりもさらに先を行く技術の試験が数多く行われました。その成果は量産車にすべてフィードバックされ、2020年2月に量産第1編成 JH 編成が誕生、あとは7月の N700S の運用開始を待つばかりとなっています。J0 編成は登場当初から営業車に付くことは考えられていなかったため、先代の X0 編成と同じくテストベッド編成として試験走行を続けます。報道関係者でもない限り私たち一般人が J0 編成に乗る機会はないと思われますが、新幹線の発展を先導する存在としてこれからもたくましく走り続けていくのです。以上、新幹線試験車の歴史 JR 東海、西日本編でした。JR 東海、西日本の新幹線試験車は量産車とほぼ同じ仕様の車両が多く、300X より後の試験車は見た目からして量産車とほぼ変わりなく没個性的で注目されにくい存在です。ですが、現在の山陽新幹線での時速300キロ運転や東海道新幹線ののぞみ12本ダイヤなど、東海道、山陽、九州新幹線の速くて快適な旅は、これらの試験車とそのスタッフが築き上げた功績の上に成り立っているのです。その一方で、新幹線技術の発展を担うもう一つの大企業、JR 東日本も独自の試験車を数多く開発しています。それは、東海道よりもはるかに厳しい雪国を走るために失敗を恐れず最新技術に挑み続けた、鉄道人たちの努力の結晶とも言える存在です。Win350 や 300X よりもずっと個性的な姿形をした車両たち。次回はそんな東側の試験車を取り上げる新幹線試験車の歴史 JR 東日本編です。お楽しみに。